やっぱうまくいった時とかやったらやった分お金になったりとか、まあ、そういうとこですね。あとね、チームワークはすごくいいと思いますね。みんな仲もいいですし、やっぱ少ない人数でこう一応なんかチームみたいな組で、まあ、2セットでやってるんですけど、まあ、お互いなんかお互いの現場行き来とかもしますし、なんか人の仕事も見てちゃんとなんか、あ、こいつこうやってるなとか把握させたりとか、うん、でここに、はい、はそこの下に歯車がついてるんですけど、はいはいはい、これが計測器で、それが、はい、そっちの僕の目の前の数字 で流れてくるんですよね。この歯自体は固定されてる、固定されてます。丸太がこう送られていくときに、はい、なんかそれで切られてくる。ね、めっちゃビカビカでもう研いだばっかりみたいな。だから歯も研ぐんですよ。機械化にはもっと進化することは期待してますね。なんかもっといい機械出ないかなっていうのは常に敏感に、はい、やっぱ若い人がいないとか、はい、人の不足じゃないですか。やる人が増えれば全然仕事あるとは思うんで、あ、みんながやりたいって思うような魅力とか、はい、音出せたらなと思いますね。